皆さんこんにちは、みゆみゆこと石崎みゆきです。今年の立春は2月4日ということで、暦の上ではもう春なんですよね。とはいえ寒い日がまだまだ続いています。インフルエンザも流行していますから、予防しっかりして体調には気をつけていきましょうね。さてさて、最近のアラマルネクスト路地裏ブームということになっていますが、今週はどうなんでしょうか。最後までお見逃しなく。それでは今週も元気にお伝えしていきます。アラマルネクストスタートです。アラマルネクストはご覧のスポンサーの提供でお送りします。早いものでもう2月です。となるとやっぱり今気になるのは4月からの消費税増税ですよね。毎日の食品や日用品を少しでも安い今買いだめしておきたい、そうお考えの方も多いんじゃないでしょうか。そんな方に朗報です。ビッグニュースです。なんとこちらのプラスワンショップ町屋店の木川店長さんから期間限定全商品 5% オフの情報をいただきました。早速詳しいお話を伺ってみましょう。木川店長さん、はい、全商品 5% オフの情報、はい、本当ですよね。本当です。あ、よかった。いや、すごいことだと思いましてね。全商品ということはこのお店の中にあるもの全部、はい、だから食品から日用品まで、はい、全部と言い切っちゃっていいんですね。いいんです。さすがプラスワンショップ町屋店さん、はい、真面目に安いってチラシにも書いてありますもんね。はい、もちろんです。すごいです。でもまたなぜ今回こういったセールを行うことになったんですか。はい、実は4月1日から消費税が 8% にアップされます。それで、5% 引きを決断しました。ぜひこのタイミングで、はい、買いだめができるというチャンスを与えてくださったと、はい、そういうことです。嬉しいですね。ありがとうございます。はいはい、でもただでさえプラスワンショップさんの商品ってお安いじゃないですか。はい。もともとディスカウントショップから始まっておりますので、全品ディスカウント価格で販売しております。ね、それから 5% 引きですから、かなりお買い得になると思います。そうですよね。しかも食品から日用品、衣料品などなどということで、はい、品揃えも豊富ですしね。はい、すごいです。店長、はい、このセール期間限定ということですけれども、はい、いつからいつまでなんでしょうか。はい、2月14日金曜日から2月17日月曜までの4日間を 5% 引きで限定販売します。4日間も 5% をしてくれちゃうんですか。はい、嬉しいですね。まあ、5% オフ 5% オフと言ってますけれども、はい、例えばなんですけど、はい、おいくらがおいくらになるみたいなちょっと例を挙げていただきたいんですが、はい、はい、例えばですね、はい、日頃特価で販売しております、うん、森の水、日本コカ・コーラの森の水2リッター、はい、78円です、うん、これがですね、ちょっと待ってください、計算いたします。はい、これもともとのお値段もね、かなり78円というのも安いですよ。はい、ここから表示価格から 5% 引きますと75円になります。さらにお買い得になりますですね。もともとお安いところからここから75円、これはすごいです。はい、だからつまりあれですよね、このお店に貼ってるその表示のお値段から、そうなんです、分かりやすく表示価格から 5% 値引きになります。あ、これは分かりやすい、お買い物しやすいですね。はい、そうですね。はい、でまた店長、はい、さらにこの期間、はい、目玉商品というものが出るという情報も出ております。はい、そうなんです。実はですね、はい、このライオンの液体洗剤、はい、そして、ライオンのブルーダイヤ、はい、199円、それをさらに 5% 190円の値段でご奉仕する予定でございます。店長、はい、ちょっと今パニックに陥ってるんですけど、はい、私、はい、実際自宅でこれ使ってるんですよ。あ、同じもの。そうですか。で、私も安い時を狙って買うんですけど、はい、どんなに安くてもこれ、はい、298円ぐらいでしか私買ったことないんですけど、はい、だいたい相場が、ね、ね、はい、そういうお値段でやっております。それが、はい、はい、今回は特別199円、それぞれ190円、さらに 5% 引きですから
数量限定なしでどんどんお買い求めください。これは見逃せない。すごいです。なんか楽しくなってきちゃった。他には何か今ご紹介できると思います、はいはい、じゃあついでにもう一つ、はい、これから必要になってきますマスク、インフルエンザそして花粉、対策に必ず必要になってきてます。これ50枚入りで、199円でご奉仕いたします。そこから 5% 引き、190円になりますので、ぜひこれも忘れずにお買い求めください。はいはい。マスク、不織布の皆さんが、ね、はい、今50枚入っています。入っているマスクですけども、はい、50枚入っていて、199円、そこからの 5% 引きですね。毎日、私も毎日使ってますけれども、もう消耗品ですね、今となってはね、使い捨てですからね、マスクね、はい、これはかなりお安い、これも買いですね、はい、そうですね。で、じゃあ最後にもう一つ、はい、欲張りましてもう一つ、食品も 5% 引きですので、はい、1兆38円これをさらに 5% 引きで、こちらもご奉仕する予定でございます、ぜひ、ご来店ご利用くださいませ。すごいですよね。豆腐1兆38円で、はい、そもそも買えますかっていうところですよ、はい、そこからさらにとなりますからね、はい、いやなんかもっといろんなもの、これも 5% 付、これも 5% 付っていろいろ紹介したいぐらいですけど、はい、これはもう皆さんにぜひこの4日間、はい、来ていただきたいですね、はい、それでは最後になりますけれども、テレビをご覧の皆さんに店長から PR をお願いします、はい、店長の木川です、日頃当店をご利用いただきまして、誠にありがとうございます、この度、来る2月14日金曜日から、17日月曜までの4日間、食品から雑貨まで全館上げて 5% 値引きを行います。消費税が4月1日から 8% にアップしますので、ぜひお客様にはご来店いただきまして、生活防衛のために、当店も従業員一同ご支援サポートしていく所存でございます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。今日はちょっとね、一例ご紹介いただきましたけれども、はい、目玉商品も数量限定じゃないという、はい、話なんで ね、 でね、どんどんお待ちしております。もう持てるだけ買って、はい、4日間これ通っちゃってもいいですか。全然、はい、ありがとうございます、はい、たくさんのご来店お待ちしています。店長、今日お忙しいところ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。続いてはやっぱり路地裏にやってきちゃいました。都電荒川線荒川2丁目停留場から少し入った荒川2丁目を今歩いています。と言いますのも、巷のおしゃれさんたちの間で安くて素敵な服を置いていると話題のお店がこの辺りにあるということなんですよね。にしてもすっごい路地裏ですけど、本当にあるんですかね。どこだろう。お、見てください、可愛らしいお店、ここじゃないですか。アトリエコッポラね、え、あ、見て見て、こっち一点物のお店、オリジナルの洋服小物とありますよ。やっぱりここですよ。にしてもコッポラって、あの地獄の黙示録の、それとも娘のソフィアコッポラ。サブウェアは良かったですよね。まあロストイントランスレーションも良かったですけどね。あ、ということは映画好きの方がやっているお店かしら。まあまあとりあえず入ってみましょう。おお、店内もすごく可愛らしい雰囲気ですよ。お洋服もね、たくさん並んでます。うんうん、素敵。いらっしゃいませ。どうもこんにちは、はじめまして、ミュウミュウと申します。はじめまして、コッポラのリーと申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや、かなり雰囲気のいいお店、私結構好きです。ありがとうございます。ね、こんな路地裏にこんな素敵なお店があるなんて知りませんでした。そうですよね、結構裏に入ってるので、ね、はい、いつからこちらのお店されてるんですか。去年の6月15日にオープンしたばかりになります。あ、じゃあまだ新しいお店なんですね。はい、そうなんですよ。で、先ほどから気になっていたんですけれども、はい、お店のお名前にコッポラと入ってますけど、はい、コッポラってあの映画監督のあのじゃなくて、はい、あの私が在日コリアンなんですけれども、はい、それであの韓国語にロゴをしたくて、で花吹雪っていう意味なんですけれども、韓国語で、あ、はい、そうなんです。あ、そうなんですか、はい、そこから取ってコッポラっていう名前になりました。へ、はい、でもその花吹雪っていうその、はい、
名前に込められた思いというかどういう意味を込めてつけられたんですか？意味はですね、皆さんやっぱり花吹雪を見たり触ったり服についたりすると、うん、やっぱり綺麗だなとか可愛いなとか楽しいっていういい気持ちになると思うので、うんうん、はい、そこから撮らせていただきました。そこからついてこう、はい、わーっと楽しくなる感じを、ね、はい、お洋服でも感じてもらいたいということですか？はい、そうです、その通りです。お、はい、すごいいい素敵な考えですね。ありがとうございます。でまたお店の前に看板がありましたよね、はい、一点物って書かれてましたけど、はい、こちらにあるもの一点物？そうなんです、実は中にアトリエがありまして、うん、私が一点ずつ全部作っているものになります。すごい、かなり結構商品数の数としてはありますけど、本当にこの一つ一つ手作りで、はい、奥で作られている、はい、そうなんです。すごいですね。でもちょっと見てみますと、はい、お値段が一点一点手作りの割にお安いですよね。 ありがとうございます、うん、やっぱり皆さんが手軽におしゃれができるように、はい、私も可愛いものを作っていきたいなと思ってこの値段にしてます。やっぱね、せっかく買うんだったら着るんだったら可愛いお洋服、いいお洋服着たいっていうは思いますよね、はい、そこで安いんだったらやっぱりおしゃれさんたちに人気のお店っていうのもうなずける気がします。ありがとうございます。それにしてもこのお店ですけども、はい、6月からっていうことですけれども昨年の、はい、その前っていうのはこの作るお仕事っていうのはずっと前からされてたんですか？そうなんです、もうかれこれ8年ぐらい、もっと前ぐらいになると思うんですけども、その時はネットとか知人の紹介とかでちょっとずつ、はい、本当にコツコツなんですけれどもやってました。最初からこう順調だったんですかね？それが実はいろいろ苦労もありまして、例えばタグなんですけども、はい、今こういうふうにオリジナルでやってるんですけども、実は最初お金もなくて、はい、この自分で手で彫った消しゴムがあるんですけども、ちょっと見せてもらっていいですか？本当だ、文房具屋さんで100円ぐらいで売ってる消しゴムですね。消しゴムを昔小学校の時にやった彫刻を、はい、思い出してこう彫って、はい、彫って作って、これをこう印鑑にしてこういうタグを作ったり袋に印鑑をしたりとかしてやってた頃がありました。なんか涙ながらにみたいな感じですけど。そうなんですか。そうなんです。で今はこういうふうに業者にちゃんと頼んでタグを作ってもらって、はい、表の看板もそうなんですけれども、うん、この手書きが元にできた看板を一応つけてます。同じもの？そうなんですけれども、自分も自身もその時の苦労とかも忘れないようにっていう思いも込めて。大事ですよね、初心、はい、忘れるべからず、はい、その通りです。ねえ、じゃあこれ思い出の品ですね。そうですね、はい、もう一生取っとくと思います。そういった時代も経て、はい、今ということですもんね、はい、まあでもご苦労があってこそというところで、はい、お店持たれて考えもひとしおなんじゃないですか？そうですね、実はお店の方も全部手作りをしてまして、うん、まず何もない状態から、はい、こういう板とかも自分たちで勝手に椅子を塗ったり、あと床の方とかも自分たちで敷き詰めたりとかして、棚とかも全部手作りをやったりとかっていう感じで、はい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 、お洋服だけじゃなく、はい、このお店の内装も自体も、はい、もうペンキ塗ったりとか主人と一緒にやってきたものなので、はい、お店もやっぱり我が子のように。そうですね、はい、そうですね、もう何から何まで手作り。だからこの空間がなんかこう私もいてなんかすごくあったかくなるんですよ、気持ちが。本当ですか、うん、それは嬉しいです。なんかそういうところがね、なんかこうにじみ出てるというか、あふれ出てると思いますよ。そうですか、ありがとうございます。素敵です。でもそのアトリエも奥にあってということで、全部ね、はい、こちらでやられてるということですけれども、はい、生地とかそういった材料とかも、はい、リーさんが。あ、そうですね、一つずつやっぱりもう現地に見に行って吟味して、うん、自分がいいものを選んできてます。こだわってますね。そうですね、やっぱり一点物ですし、自分の作る商品なのでいいもので作りたいなと思ってやっております。でもそういったこだわりもあって時間もかけてコツコツ一つ一つ手作りで作っているとなると、はい、結構もう作ってる段階から愛着なんかも湧くんじゃないですか？もうかなり毎回自分で着たいなって思うぐらいのものとかもあったり売りたくないなみたいな。そうですね、正直もういつ もう出来上がってよかったっていう風な思いを込めながら店頭に出しております。ね、なんか一つ一つ作り出す生み出すっていうことで言うとなんかね、本当に
子供のような気持ちというかね、なんじゃないですか。そうですね、今実は私も妊娠してましてかなと思っておりましたが、おめでとうございます、はい、もうだいぶ大きくなったんですけれども、うん、もうそういう母心というか作ってお出しするっていう時はもうお嫁に出す気分でいつも あの売れたじゃなくてお嫁に行ったっていう風な表現を私はいつもするんですけども、はい、一つずつその思いで、はい、出しております。じゃあまだお子さんは生まれてはないですけれども、はい、たくさんこれだけのお子さんがそうですね、いらっしゃって何着もそうですね、はい、もう嫁に出す、はい、準備は整っているというような感じ。じゃあもう練習ができちゃってますね、はい、そうですね気持ちの練習が、はい、さあそして、はい、そろそろ、まあ、春物が出回ってくる時期ということになりますけれども、はい、こちらのジュリア・コッポラさんでも買い物出てますか、はい、もうたくさん今出ております。ワクワクしちゃいますね。ちょっといくつか見たいんですけれども、はい、ぜひゆっくり手に取ってご覧ください。ありがとうございます、はい、牛尾自動車の整備士たちは車を愛しています。自らの手で整備した車に誇りを持っています。お預かりした車がまた元気に街を走る姿を想像して仕上がりが違います。車検は牛尾自動車にお任せください。いやでもなんかいろいろあって本当迷っちゃいますねありがとうございます、うん、この辺りはパンツそうですね、パンツとリース、はい、リースとかになってます。やっぱり手作りっていうだけあって、はい、ちょっとずつこういろんなところにこう細かい、はい、前だけ見るとシンプルに見えても、はいはい、ちょっと後ろにこう花がついてあったりとかするので、うん、そうですね、でこれなんかもそうです。こう前後ろがやっぱり、うんうん、前はこういうので後ろがシンプルに黒になってたりするので、本当だ、はい、ゆっくり印象が全然前からと後ろから違いますね。はい、着ててなんか楽しいお洋服がいっぱいありますねありがとうございます。これはこれはあのスヌードなんですけれども、はいはい、こういうふうに輪っかになってるタイプ で、うん、でスヌードはあのいろんなところで出してるんですけれども、うちのオリジナルとしてはこの異素材うん、を使ってるところですね。ニットとシフォンみたいな感じ、うん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 、なので風を通さないので冬はすごく暖かくて、で春先とか秋とかでも使ってもいい素材なので、結構真夏以外はたくさん使えるお得な商品です。なるほど、はい、あとなんかこう出る部分がこう緑が多いのか黒が多いのかでも印象違うもんね。そうなんです。つけた時にお洋服に合わせてこの柄物を出したりとかどっちもできますので、ぜひつけてみてください。スヌード私つけたことないんですけど、よかった、これ一回置いてで回してくるんと、こういうこと、はい、そうです、そうです。でつけた後にこの出したい部分をこう緑であったりとか、うん、柄を多めにしたい時とかにこんな感じでつけてもらうと、はい、すごい暖かい、暖かいですよねうん、多めに出したい時と、そうなんです、いろいろできて、はい、お似合いですね、やっぱり可愛いでこのうちのスヌードがこういう風にショールみたいにもできるので、うん、今オリジナルのこういうバッジをつけてるんですけども、はい、結構人気商品になってますなるほど、はい、いいな、なんかこういう小物も充実してるとこうお洋服選び楽しいですもんね。そうですよね、お洋服に合わせて買っていただいて、あ、なんか見つけましたこれなんかシンプルですけど、はい、そうなんです、後ろが実は水玉でですよね、はい、よく見つけていただいて、ね、でもちょっと春物っていうにはあれかしら今着てもらうとちょうどいいかもしれないです。前のこの無地の方が裏起毛になっていて、あ、あったかいんですよ。で後ろはこうやってベロアなので、うん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 、まだ2月すごく寒いので、そうですね、何かとこうアウターとかと合わせて、はい、着ていただくと、着てみられますか。いいですか、ぜひぜひちょっとこれ着たいですね、はい、合わせてみてください。あとなんか結構やっぱり、はい、お店のなんかおすすめなんかもちょっと着ていきたいので、はい、そうですね、はい、私が着たいものばっかりだと、いえいえ、あれじゃないですか。じゃあそれと、はい、一応今一押しがこの春先まで着れるチュニック、はい、ワンピースなんですけど、はい、これだと今あったかいのを着て、でこういう薄いのを着ていて春先まで行けるっていう感じなので、はい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 、よかった、これもおすすめです。もういろいろ書いてるんですけど、春はすぐそこ、はい、いいじゃないですか、はい、あ、じゃあこれもちょっと着させてください、はい、ぜひこれを、はい、試着を楽しみです。はい、ぜひぜひ来てみてください。さあそれではリーさんと私で選びましたアトリエコッポラ春物コレクションです。ご覧ください。
どうぞ。カチューシャは今年流行りのビジューをメインにして黒ベースのニットと組み合わせたあの洋服屋さんならではの手作りになります。ワンピースはパープルをメインにした生地を使ってるんですけれども、それをまたあのちょっと面白くしようと思って袖とかあのポケットとかをグレーの無地のもので作りました。でお袖のフリルや首元のフリルやリボンとかもオリジナルで全部考えて作ったものになります。リボン取り外しが効くので自由にあのサイズ調整ができるので、その型に合わせて着こなしができると思います。スヌードの方はうちのオリジナルなんですけれども、シフォンとニットを使った異素材を使っているので風を通さなくて冬はすごく暖かく、春先までも使える素材なので3シーズン使えてお得な商品になります。で柄も一点物なのであの他にもないものになります。チュニックの方は前と後ろが違うあの無地と柄になってるんですけれども、前の方はあの裏起毛になっているので結構薄いんですけれども、すごく暖かい素材になっているので今のシーズンにぴったりなものになります。で後ろの素材はベロアになっているのでこれもまた暖かい素材になっております。で水玉が特徴なので女の子に人気の柄になっております。でお袖のフリルなんかもちょこっとあったりとかしてコッポラらしい特徴を少し出しております。実はこちらのチュニックはカーディガンともお揃いができて、前でリボンを結べて、で後ろの方が特徴があるんですけれども、ちょっとタックが入っていて後ろ姿から見ても前から見てもちょっと可愛いなっていう風に作っております。こちらのロンティーの方はコッポラのオリジナルのハスのマークがついていて、実はこれは一点一点落ちない絵の具で手書きで描いてるので本当に一点物になります。で、素材の方はヒートコスメといって自分の体温で温めてくれる、あの体温調節をしてくれるので春先とかでも体温調節するので着心地のいい伸縮性のある T シャツになってます。ブラウスの方はこちらもロングランで出している形なんですけれども、毎回柄や色などを変えていて、今回はリボンの装飾なんですけれども、こちらがお花になったりとか他のものになったりするのもあります。本当に前後左右見る角度によってデザインが違うので、着ていても周りの友達から面白いねっていう風に言われたよっていう風なお客さんの反応もたくさんあります。柄が実はうっすら花柄が入っているのも特徴になります。こちらの商品はワークパンツをコッポラ風にアレンジしたものになります。一般の本当普通の OL さんから主婦の方、ピラティスやヨガの先生なんかも着ていただいている商品で、伸縮性もあるし着心地もいいのでかなりリピーターさんも多い商品になってます。もうお腹が大きい私でも全然着れるものなのでおすすめです。ねえねえお姉ちゃん、どうしたの？ドリア壊れちゃった。どうしよう、ママに怒られちゃう。そんな時は町屋設備に電話しよう。もしもし、皆さん町屋設備ですよ。
李さん、はい、今日はアトリエコポラさんのお洋服たくさん着させていただきまして、はい、本当に楽しかったです。 ありがとうございます。楽しすぎて、はい、あの最後のお洋服そのまま着たままエンディングとなりました。すごい素敵です。はい、いやこれは本当に私自分では選ばないというか、はい、いろいろお話をしてやっぱり新たな自分を発見できたので、それはすごい私にとっても嬉しい言葉です。やっぱりお店の方とこう1対1でというかお話しながらお買い物するのもいいですよね。そうですね、ぜひ、うん、はい、また遊びに来てください。もちろんです。お話にもありました、はい、コッポラ花吹雪ということで、はい、こうパッと体に花吹雪がパッとついた時に、はい、わーっと明るくなるようなそんなこう気持ちを込めてということでしたけども、今私の身にもそれが起こっております。もうねワクッ、もうこのままね外に、ね、全然行きたくてしょうがない。ぜひぜひみんな見てっていう感じで、はい、このワクワク感ってやっぱり大事ですよね。そうですね、うん、いつまでもやっぱり女性が綺麗にいれるあのモットーですよね、そのワクワク感っていうのは。そうですね、はい、なのでぜひこれは皆さんにお店に来てもらって手に取ってもらってやっぱり着てということで試着大事だと思います。そうですね、うん、はい、また違う、あの飾ってあるのとまた全然違うのでぜひ皆さん試着をして楽しんでいただければなと思います。はい、それでは最後になりますが、はい、テレビをご覧の皆さんに皆さんから一言メッセージをお願いします。はい、たくさんのものがいっぱいあるんですけれども、一点一点あのみみさんが言っていただいたようにあの試着をしていただいて、それで楽しんでいただければ私もまた楽しいしお客様も楽しいと思いますので、ぜひあのこれをご覧になった方たくさん遊びにいらしてください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ぜひぜひアトリエコッポラさんでワクワクする春物ゲットしてください。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。さて番組では皆さんからのご意見情報感想などをお待ちしています。宛先はこちらまで。宛先は郵便番号 116-0012 荒川区東尾久 2-16-4 荒川ケーブルテレビ株式会社アラマルネクストの係まで。電話は 3819-8711 ファックスは 3819-8715 です。たくさんのお便りお待ちしています。それでは最後李さんも一緒にバイバイをお願いします。はい、それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。